はい、皆様おはようございます。リヒト・ドゥンケルハイトでございます。牧場物語ハーベストモーファーガール実況プレイ最終回やっていきたいと思います。本日秋の月14日木曜日かな。はい、前回お月見イベントでセーブができなかったんですけどまあシャアなしとして起きたらもうこの状況ですよ。はい、渡せって言われたものは、これは青い羽ですね。牧場物語シリーズで結婚するときに、まあ告白するときに男の子が大体これを渡す。あのハーベストモーファーガールじゃなくてボーイの方はこれを女の子に渡してプロポーズするというあの流れになるんですけど、女の子の場合はイベントが起きてから男の子からこうやって渡されるという形になります。ワンダフルライフだとね、ガールでもボーイでもこれを渡すんですけども、相手に。で、ここで気が変わりましたとか言って、あの、断ることもできる。そんな最悪なことはしないということでね、そんなことをすると、まあ、いろいろやばいことになります。もちろんです。ありがとう。受け取りました。まあ、幸せの呼ぶ青い鳥の、なんか、羽ってことでね、牧場物語シリーズではおなじみになっております。じゃあ行こうっていうのちょっとおかしいけどね。じいさんくらいしかいない？嘘でしょ？嘘？そんなに人数いないの？全然呼んでないの？ちょっと今鶏の声聞こえて笑ったわ。あ、本当にいねえ！少なっ！嘘でしょ？びっくりするぐらい少ねえな。これ好感度とか言うことと関係ねえんだな。グレイ君が相手だと本当にこのぐらいしかいないんだな。いろいろ端折った上で急に誓いのキスなんだね。クリアちゃん、おめでとう。ちょっと顔赤らめて、あら。幸せいね。なんでこんな少ないん？もうちょっと集まれよ、なあ。こんな小さな町でさ、結婚するんだってめちゃめちゃ集まってきそうなもんだけど、でもグレイ君が多分、恥ずかしがり屋だから呼ばなかったっていうパターンだろうな、これ。外でめちゃくちゃ祝われてそうだけど。ああ、グレイ君やっぱりここで暮らすんだね。いや、めっちゃ近くやん。すぐに会いに行けるわ。そもそも一人で住んどったやん、じいさん。なんで図書館から出てきたん？どうしたい？あー、しょぼくれてるー。ちょっと寂しがってるー。あ、まさか。エレンさんにねー。なんで扉開いとんねーって感じやけど。あらー。遅かれし春。違う、絶対違う。あら、まあ、なんて、本人からじゃなくって、ここでひっそり明かされるってこと、マジで。じゃあ、クレアちゃん知らないままになるんだ。結構、他のキャラの場合は本人がね、助けたの自分だよって言ってくれるパターンがあるんだけど、グレイ君の場合言ってくれないんだ。サイちゃん、サイちゃんってかわよ。あ、尻尾フリフリしてる、かわいい。何？あ、ここでもしかして明かしてくれる？何？あん、言ってくれないんだもん。うん、鍛冶屋としてね、頑張ってクリアちゃん道具もっと鍛えてあげてほしいな。あん、ハート出しても、あれ、ふう、そう、人生は祭りだ。
あ、それだけなんだ。人生は祭りだで終わるんだ。そうなんだ。あれ、なんかおっさん私幸せだよみたいな発言どっかで聞いたはずなんだけど、もしかして結婚相手によってあそこ変わんのかな。なんか記憶にないんだけどね。まあ私の記憶曖昧だから、あれなんだけど。はい、あ、しっとりと終わる感じ、こんな感じだったか全然覚えてねえなー。はい、というわけで、牧場物語ハーベストムーンフォアガール実況プレイ、これにて終了となります。ハーベストムーンフォアガールは結婚したらこういう風に、強制エンディングということでね。多分これだけなんじゃないかな、結婚したら強制エンディングって。多分他の作品で男女いるパターンは女の子もちゃんと続いていくイメージがあるんだけど、ボーイは続くけどもガールはバッサリ切られるみたいなって、これぐらいなんじゃないかな。私あんまりそこまで僕もの全作品制覇してるわけじゃないけれども、そもそも結婚というシステムがなかったりっていうこともあるんだけれども、まあこうね、この続きがプレイできないっていうのはちょっとね悲しくもあり、まあ切りも良くもあり、なんか複雑な気持ちなんか、サイミネではねさらに続きがプレイできるようになって、ちょっとクレアちゃんが好きなんですよね私。あのクレアちゃんってあの主人公のこの金髪ストレートのビジュアルがすごい好きでね、だからハーベストフォアガールはなんか続きがプレイできないっていうのはすごいなんかもったいないなってずっと思ってたから、サイミネね発表された時はめっちゃ嬉しかったですね。まあ、今回はあのグレイ君との攻略、まあ初めて、それまでクリフと結婚したことがあったのと、ドクターをちょっと狙ってたこともあったみたいなくらいで、はい、グレイ君は今回初めて、まあ個人的にはドクターが一番好みではあるっちゃあるんだけど、ドクターと結婚してしまうと前にも言った通り街を去ってしまうというね、イベントというか流れになるのが、それがどうしても嫌で、でカイ君も多分ダメなんだよね。だからグレイ君と結婚することでこの牧場を続けていく幸せを実況でやりたいなと思って、今回ようやく達成ということでね、暗いな。はい、終わりました。なんというか、そうだな、で前ちょっと言った通り、よいしょ、途中からね、もうイベントもないし、ま、同じことの繰り返しでマンネリだからカットしようかなと思ってたんですけど、なんやかんやでね、喋る自分がいて、なんかね、釣りの時ぐらいしかカットしなかったんですけれども、なんやかんやでね、180本ちょいをね、ほぼ毎日というか、1日1本っていう感じで、あ、更新の日じゃないですよ、あのこのゲームの1日を動画1本にすると、一番最初だけかな、1日、春の月1日だけが2本で、あと全部1本ずつかな、まあ、それでまあちょっとグレイ君のイベントの都合で2年目の秋にどうしても行くことになって、思ったより長くなってしまった。他のキャラクター、カイ君以外の他のキャラクターを狙っていたら多分もうちょっと早く終わったと思うんですけど、グレイ君を選んだことで思ったより長くなって、でもなんか長くなったおかげでいろいろやれたかなっていう感じがありますね。あ、でも入りましたね、喋りすぎましたね。まあ実はこれあのほっとくとこういう風にデモが入るんですけど、はい、まあ、これもちょっと見ながら最後、あー、そうだね、お外でね、あ、こんな風にあのなんかなんだろう、しっかりと畑を作るみたいなデザインをやるみたいなのもね、意味がないから知らかったんですけど、まデザイン性を考慮するとこういうの方がいいのかもしれないけどね。あとイチゴを作るのは難易度が高いんだよね。春の月2日にイチゴを作ってるということは、どう考える、春の月2日であのもう実がなってるっていうのは絶対にありえないんだけどね。ありえないんだけどね。はい、まあそんなこんなで、そうですね、ようやく負けてねー負けてねー、おもろこのデモ
すごく、まあ、個人的に僕物の中で一番思い入れがあったので、今回実況をね、食うんかい、今回まあ実況を意外とちゃんと、なんか途中から正直飽きるかなって思ってたんですけど、なんやかんやでね、最後までできましたね。はい、まあ、皆さんもできればサイミネの方が面白いと思いますのでね、このゲームはあの PS3 のアーカイブでやってるんですけれども、もともとプレステのゲームなんですが、まあ、もしも気が向いたら、まあこういう古いゲームやってみるのもね、たまには面白いと思いますので、うん、でもクリアちゃんは結婚すると終わるからな、やるんだったらボーイ版の方がいいかもしれないけどなとか思いつつも、はい、まあ、牧場物語シリーズまた何かやるかもしれませんけど、今のところ特には予定してないです。はい、長くなりましたが、喋る方が長い、だってまあ、うん、今回時間が短いからね、ちょっと長めに喋らせていただきましたけれども、そろそろ終わりたいと思います。ここまで見ていただいた皆様、本当にありがとうございました。また他の動画等でお会いできたら幸いです。ナウローディング中に終わるのもどうかと思うけれども、まあいいでしょう。それではご視聴ありがとうございました。